エイミアは招待状を横取りします。横取りした挙句それをメディアに流し既成事実化してしまいます。意気揚々と我々の血税を服に溶かして新調して張り切っていかれて生き恥赤っ恥を晒すわけです。日本にいといてください。外国に行くべきではございません。恥さらしも甚だしい。ベトナムでも起きたってわけなんですね。招待状関係のお話ですね。これ間違いなく奪い取ったわけですよ。関係者によりますと、エイミアご夫妻のご出席で調整が進められているということですって、日テレニュースがまだ調整段階で報道してるわけなんですよ。これベトナムでもありました。今年5月6日、イギリス・ロンドンではチャールズ国王の戴冠式が予定されてますけど、関係者への取材で日本に国家元首またはそれに相当するものを招待するという内容の通知が届いていることが分かりましたって。国家元首ですから陛下であるのは間違いないわけですよ。それに相当するものとしてエイミアが上がってくるのはおかしい話なんですね。だって一宮家なんです。暫定皇位継承順位第1位のただの一宮家に過ぎないわけなんですよ。エイミアは皇太帝を選ばなかった。内定皇族を選ばなかった。それはなぜかというとチャリンチャリン公務を続けたいからでしょ。内定皇族を受け取らない代わりに皇族費を3倍にしてもらった。皇室経済法の折衝待遇という根拠で、これは詐欺です。そんな地味やけに好きない、しかも継ぐ価値も継ぐ意思もない人間がベルサイユ宮殿を建て、そして五角御所を手に入れ、赤坂東邸も手に入れようとしている。高輪皇族邸をなぜか皇族共用の邸宅としている。どういうことですか。国民はあなたに対する支持はありません。あなたがもう退位するぐらいしか国民の支持率が回復する方法はないでしょうね。このままであるならば一刻も早く皇族を辞められていただきたいなと思います。京都にでも帰ったらいかがですか。で、正式な招待状はこれからだということですけど、政府の長や皇位継承者など代理の出席も可能だということです。この通知に基づいて日本から出席者の調整が進めることになりますが、関係者によりますと、エイミアご夫妻のご出席で調整が進められているということですってですね。だからただの噂レベルなんですよ。これ報道してるのは日テレニュースなんですね。こんな大手メディアが報道してくれてるんですね。最近放送時があったわけです。陛下がインドネシアから帰ってくるとき、カメラマンか記者が囁いたわけですね。エイミアを撮ってくださいと。そして後半には、エイミア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 って言ってるわけ。明らかに日テレが贔屓してるんじゃないんですか。薄井さんの変な説明も理解できたなと思うんですね。暗い記者会がある以上、暗い記者会はまあ支配されていますので、やはりエイミア贔屓の報道がいっぱい出てくるんだなと。さあ、ベトナムのご報道、どういう風にカバーしてくれるんでしょうか。私もベトナムの報道は注目したいなと。まあ、叩くとこしかないでしょうね。そして、米国の戴冠式で行われた招待状の奪い取り、調整段階であるにもかかわらず、既成事実化してしまう。これがお決まりのエイミアパターンですね。まあ、川達が乗り込んだ件もありましたけども、紀子様、エイミアとの結婚を既成事実化していますから、これは紀子、エイミアの得意技であると思います。川島譲りの必殺技をベトナムでもかましてきたわけですよ。そして、英国ご訪問。国内庁ホームページに書いてあります。同様の内容がベトナムにも書かれるんじゃないですか。残念ながらネットにバレちゃいましたね。SNS 発展してるからもうバレるんですよ。英国王室から天皇陛下に来たる5月6日に挙行される同国国王陛下の戴冠式への招待があったと。ついては我が国と同国との友好関係に臨んで、エイミア皇嗣同妃両殿下を戴冠式へのご参列のため同国にご左遣願うこととしたい。ですから天皇陛下に招待状が来てるんです。そして、左遣としてです、エイミア皇嗣同妃両殿下が閣議了解なんですね。ご左遣というものはただの代理という意味で非常に軽いですね。だから閣議了解で済むんです。インドネシアに陛下行かれましたけど、それは閣議決定なんですね。閣議決定というのはかなり重要な事項です。だから、エイミアがやる訪問と陛下のやられるご訪問は、レベル、重さ違うんですね。陛下は国賓で行かれてますからね。ベトナムでもやってました。僕がヨルダンでもやってんじゃないかなって思ってますけど。フック国家主席、日本の天皇陛下と会見。これね、2022年9月28日です。安倍晋三元首相の国葬への参列を機に、グエン・スアン・フック国家主席は、日本の天皇陛下と会見しましたって。2023年、両国の国交樹立50周年にあたって、天皇皇后両陛下をベトナムに招待するグエン・フー・チェン共産党書記長の言葉を伝えましたって。ほら、こういうことですよ。じゃあ、ベトナムの記事読みましょうか。エイミアご夫妻、9月にベトナム訪問へ。外交関係樹立50周年。ここ、共通してるでしょ？エイミアが行くイベントをさせてるわけですよ。グエン・フー・チェン共産党書記長、ベトナム国の最高指導者が天皇皇后両陛下をベトナムに招待するって言ってるんですよ。エイミア生かすんですか？また横取りしたんかとネットで荒れております。
案の定あのパターンが使われてるんですよ。エイミアご夫妻が9月にベトナムを公式訪問されることで調整が進められているということです。ほら、調整段階で日テレがまたニュース流してるんですよ。日テレっていうのはエイミアその時メディアでしょ。また招待状横取りして既成事実化しようとしてるんですよ。まあ信じられないですね。コメントがあります。日本を代表する公式ですから、写真だけではなくちゃんと音声付きの映像を出してくださいねと。デートさん出してくれるでしょねえ。和やかに懇談される様子を多くの国民は見たいはずです。それができればの話ですけど、できません。紀子様が日本語が苦手なことがバレますからね。また放送事故起こるんじゃないのかなと注目しております。そしてですね、ヨルダンのお話、これも招待状奪い取ったんじゃないですか。フセイン皇太子の結婚式がありましたけども、高円宮様が行かれたわけです。でバザールにヨルダンのフセイン皇太子結婚式に日本の皇室から天皇皇后両陛下の名代として高円宮妃久子様と長女の継子様が参列したって書いてあるんですよ。おかしくないですか。エイミア大好きメディアが言い張ってたのは、エイミアが招待をまず受け取ったと、そんな報道してましたでしょ。しかしスケジュールの都合が合わなくて高円宮様になりましたみたいな報道してたんです。しかしバザールの記事を読むと、天皇皇后両陛下の名代としたって書いてあるんですよ。少なくとも秋篠宮のですね、代わりだったらエイミアの代わりって書くと思いますし、天皇皇后両陛下の名代とは書かないでしょ。ですからこれは僕の予想ですけど、最初から結婚式の招待状は天皇皇后両陛下だったんじゃないんですか。ヨルダンと関係が深いのは高円宮様なんですね。なんてエイミアがっていう話ですよね。これもテレ朝、結婚式の当初エイミアご夫妻が招待されましたけど、日程の調整がつかずに天皇陛下の意向も踏まえてヨルダンを訪問したことがある久子様と継子様が参列されることになったということです。本当ですか。まあ、これは予想ですが、エイミアのメンツを取ったんじゃないんですか。ヨルダン皇太子の招待状を高円宮家に譲った体を取ったんじゃないんですか。なんかそんな風にしか感じません。エイミアが招待を受け取るとはちょっと思えないな。まあ、そんなことがあってか、アキシンっていうのは面白くて、高円宮家ものすごく批判してるんですね。罵詈雑言を浴びせております。久子様が素晴らしすぎるから秋篠は嫌いなんでしょうね。なおかつ久子様と雅子様は非常にお仲がいいです。まあそこもあるでしょう。雅子様の心の支えに久子様の存在がっていう記事があるんですよ。陛下と雅子様を結びつかす、まあ恋のキューピッドになられたのが則仁親王ですからね。雅子妃の心の支えの一つに高円宮久子殿下の存在があると。則仁親王も本当にですね、素晴らしいお方でした。若くしてお亡くなりになられたのが非常に残念なんですけども、高円宮久子様が非常に振る舞われて、まあ、その時も雅子様が非常に気を使われたみたいな話もあります。で今や高円宮家の当主であられると、ね、そしてヨルダンに行かれて、あれだけの英語力、そして人権とか世界平和への活動をされてるんですね。本当にこの高円宮久子様と雅子様素晴らしいんですね。高円宮久子様はこのように言われているんです。女性天皇とは単なる社会的政治的な事柄ではなくて、学術的には興味深い点をたくさん含んでいて、どちらの道に向かってもおかしくないなと思っていますと。結構容認派なんですね。これ秋篠にとったら唯一の価値を潰されるわけなんですよ。秋篠が言い張ってる価値は Y 染色体とか皇位継承順位1位暫定とか皇位継承順位第2位笑いとかしかないんです。それを破壊するような話ですから、秋篠は高円宮久子様を雅子様を叩くんでしょう。久子様も雅子様も非常にご優秀ですから、そのご優秀さは紀子様の、ね、権威を失墜しかねないわけです。だから秋篠は叩くんでしょうね。非常に見てて不愉快なのでやめていただきたいなと思います。紀子様が能力つければいいだけの話なんじゃないんですか。人に暴言吐いて落としても何にもならないですよ。紀子様ご自身が頑張るように促してあげるのが秋篠の役目なんじゃないですか。以上です。はい、それでは皆様ご一緒に近いお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。